アボカドを買いに来ました。アボカドでハスっていう品種です。これはこう押さえた時に分かるかな。これは柔らかさ。これはもうカチカチの時がまだ熟してないので食べても美味しくないです。野菜で言うたらナスの弾力っていうかね、柔らかさ。そんな硬さっていうか柔らかさの時がちょうど食べ時だと思います。切ってみましょう。収穫してますんで、この大きさも小さいわけですね。アボカドっていうのは木になってる状態では完熟はしないんですけど、その成長っていうのがやっぱありますんで、まだ1年経っていない、状況で収穫してますから、味的には一番美味しくない時期だということですね。3月4月ぐらいから買われたら一番いいかもしれません。これは本番サラダにして食べようかなと思います。アボカドの方は種ですね、きれいに洗っていただいて、根を出したいと思います。
ちょっとやったことないんですけど、下の方もちょっとカットしてみようかなと思います。で、この皮を剥く。いい感じ。皮を剥いて、このようじを3本ぐらい足して、刺して、こういう、入れ物に水を入れて、感じですね、水が浸かるような感じ。これであと下から根が出てくるのを待ちます。これは今日2月3日に3日って書いてますね。今日下分ですね。とこっちが一番最初にした1月の、11日、だいたい3週間って言われてるんですけど、やっぱ寒い時期ですからちょっと遅いかなとは思ってるんですけどね。今日見たらこういうふうに下側が割れてるんですね。見えるかな。ひょっとしたらこれで根が出るかなと思ってるんですけど、ひょっとしたら失敗かなと思ってます。ちょっと分かりません。で、11日から2日後、3日後、15日にまた下分がですね、少しなんか突起みたいになんかゴツゴツと出てきてるような感じはしますけど、それもちょっと分かりませんね。どうなるかな。でこれがそれからまた2日後、1月17日、これも何か少しこう、分かりにくいね、なんか突起みたいにこうなんか膨らんできてますんで、ひょっとしたらこれも芽が出るかなって思ってます。まあこういう形で今4個前にもお話ししましたけど、この種から次この種が根が出て、鉢植えに帰って、発芽したとしてもですね、実はつきません。スーパーで買ってきたアボカドの種を栽培しても実はつきません。ただ観葉植物としては、葉っぱも大きくて、鮮やかな緑色で、非常にいい観葉植物になります。ただし背が高くなりますので、それに適心をして、育てていかないと、クスノキ科の木になり、木ですから、10メーターも15メーターもという大きさになるらしいです。メキシコかなブラジルかな、あっちの方では最高に大きいのは30メーターぐらい、なるそうです。だからまあある程度、家庭で観葉植物として育てるなら、そういう適心をして、うまく育てないと大変なことになります。まあ以上かな。まあそういうことで、これからも、この初根、また植木に鉢に土に、入れ替えて、またその状況っていうのをまた、動画でご報告したいと思います。以上です。